こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネル、ダイスです。今回はワールドオブファイナルファンタジー続きやっていきます。はい、ということで鎖の道最後まで来たので進んでみたいと思います。いやー、長かったでもすごい楽しかったです。こうやってね、ワープするっていうのが行ってみてアイテムが落ちていたりっていうのもたくさんあったので全部取れたと思います。ユツラの居所見えたんだ。あ、すごい、すごい大きい。来ましたね。わあ。そうそう、鎖のね、中と外とって通ってきたんですけど、やっぱり大きいですね。あとところどころボルトがある閉めてあるの分かるんですね。今気づいた。はあ、なんか周りは岩が浮いてたりもするんだね。幻想的かと思いきや、ちょっとやっぱり薄暗くて、うん、闇のイメージな感じになってますね。では進んで居城まで行きたいと思います。いやー、ちょっとですね、ゲートに戻ってお買い物してきたんですけど、名前が、ここの名前がグリモワールの果てになってました。びっくりだー。よし、触ってみよう。これ触ってすぐ、あの仮面の騎士、金の仮面の騎士が出てきたらどうしようと思いながら今触ったんですけど、あ、ここは何、え、X9 城、中入れました。こんなの、え、見たことない。なんか面白い。どう見ても普通じゃない。ランが普通を語るのもどうかと思うけど、本当に普通じゃないね。どう、ん、え、なんか宝箱が、え、宝箱が上にあるってことは、ここ歩けるの。うわー、壁歩けちゃいました。これは何だろう、メガフェニックス、嬉しい。え、でもどうやって行くのかな、下、あ、降りれた。お、面白い進み方。あ、こっちですね。この調子で進んでみようと思います。で、ちなみに地図はない。これは迷子の予感、迷子の予感だ。でも行けそうなところをこう上がっていったら変わりますよね、きっと。行けると思うんですよね。頑張ります。始めましょう。 X9 城、初めての敵、初めてのミラージュですね。ってことはちょっとアビリティで見てみましょう。こっちにはなかったかな、なかったのか。じゃあまずはサンダーとかを、あ、泣きどころだった。さすが機械類という感じなのかな。フライグラで確認。初めての敵ちょっと取りたい。あ、火の攻撃持ってる持ってる。ミラージュ捕まえましょう。あ、ラケだとやばい、なんかたくさん削ってしまいそうな気がするけど、ラしかない。ということはまずいですね。ただの戦うにして削れてない方に。危ない。こっちにファイラ、ファイ、あ、あった。ちょ、どれぐらい入るのかな。あ、来た。で次は、あ、もう若干しかない。これは投げとこう。さあ入るか。2つだけ買ってきたんですよね。また拒まれちゃった。うわー、ってことはもうここでも投げていこう。さあどうだ。あ、拒まれちゃった。まだダメなのか。リフレクかけてるってことは、もう一体の方でチャレンジしないとダメな気がしますね。
リフレフクかけてたの忘れていた。またこういうことしてしまって。治癒はレなので、ぐすぐり手加減、とどめを刺さずに攻撃。じゃケアル使って叩いて、こっちももうしょうがない。ではファイヤーで取っていこうと思います。ファイヤーどうだ。よし、もう一回かけられそうですね。ちょっとだけ残ってるから、はい、防御して回そう。何回かやるとこの光の輪っかが強くなるので、これで取れるんじゃないかなと思う。私で取れたら嬉しい。あ、まだダメか。次のターンも、あーちょっと怖いけど削りすぎちゃうかな。あれやってしまった。よし、先進んでいこうと思います。先にね。よし、じゃあ迷子にならないように行ってみよう。行けそうなところを通って行ってるんだけど大丈夫なのかな。不安だ。おそらくあいつらの誰か、または三人共同のテリトリーなのです。あ、ここがっていうことかな。テリだけで全然違う。うわあ、ここ横にも行けるんだ。パイプ。そのようなのです。テリトリーは、うん、やつの固有世界として具現化する場合もあるのです。そうなんですね。じゃあ、迷子。迷子になりつつある。おお、よし戦おう。わお、よし、倒していこう。初めて、あ、進んでみたいと思います。頑張ろう。よし、いやー、1000ポイントまで来ました。X9 たちのテリトリーが大きすぎてゲートが作れないのです。危ない時は、あのカーバンクル、アリン姉さん、仮面の人と一緒にいたミラージュ。うん、カーバンクルがいる。挑戦してみます。よし、カーバンクルが作ったの。さあ、行くぞ。やるしかない。初めてのミラージュではあるんですよね。ちょっとなんか怖い。見るのはラーンについてるので、アビリティ見ていきましょう。ライフラ。さあ、どういう子なんだろう。あ、全部化することはできない。ただ、お、闇耐性、属性が闇がついてるので、迷子の闇、ダーク使っていきましょう。はい、どう？あー、戻ってきてたー。戻ってきてたー。まずい。リフレフがついてる。ということは、もうこのまま叩きながら、ハーモライズが使えるので、ハーモナイズ使いながら行きましょう。直接氷ね。そんなに入らない。あとは風。さあどうだ。あ、疲れてきてる。倒そう。どうだ。押してこう。あ、いけた。よかった。どうなるんだろう。あ、メガフェニックスとアルマジェム4つもらいました。
倒れたよ。また道が出た。倒したのか。気配はなくなったのです。とりあえずここらからはいなくなったみたいね。倒した。あ、すごい、ここにあった。おお、隠れたところから発見。では道ができたので先に進んでいきたいと思います。これもね、気になるんですよね。戻れなくなるのかな。触って見たいと思います。どうなるの。あ、ダンジョンのところに戻ってこれる。あ、なるほど。じゃあ途中でね、セーブポイントまでは来れるってことなんですね。おお、すごいすごい、こういうの嬉しいですね。で、何かあった時はこうやって戻っていけばいいっていうことでした。よし、では先に進んでいきたいと思います。頑張るぞ。つけるのです、この先。来ました。タマ、え、どうしたの。タマ大丈夫。奴らのテリトリーが強すぎて、うん、タマの存在が否定されてるのです。え、きっと奴らの憎悪が。憎悪、出てこなくていいからタマは戻ってて。でもタマはいつでも二人と一緒に、ピナクロ様にも頼まれてて。ずっと出てなくてもいつも一緒だろ、うん、必要になったら呼ぶって。そうそう、だからね。すごい絆だね。分かったのです、うん、でも気をつけるのです。こちらはとても怖い連中なのです。任せとけって、うん、これまでだってどんなミラージュ相手でも遅れは取らなかったろ。悩んでる。私が気をつけてるから大丈夫だよ。なら安心なのです。たまちゃん、当たり前なのです。マジかよ。じゃあしばらくたまは戻ってるのです。はい、また後でなのです。うん、後でね。ああ、よし、あと少し頑張ろうな。ああ、ちょっとやつらぶっ飛ばしてウッズヒルに帰ろうぜ。はい、タマの分まで頑張らないと。よし、ということで、今回はここまで進んでこれました。やったあともう少し頑張って、次回ね、ここの先やっていきたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた、 See you!